おはぴよー、どうもひなぴよです。それでは本日も絶望プリズン続きやっていきましょうか。前回はね、その三影翼くんっていうめっちゃ女子にモテる、なんか何パリピみたいな見た目してる弓道部員が、なんか口元を縫われた状態で発見されたっていう事件が発生しましたので、それを調査するところから始めていきましょうって感じです。いや、えぐいよね。今考えるとさ、口元を塞ぐって、塞ぐ縫われるってさ、だしなんかよくよく考えたらさ、前々回パート1のさ、なんだっけ、さなえちゃんだっけ、さなえちゃんのさ差し入れおにぎりもさ、編集してて気づいたけどめちゃめちゃグロいやんと思って。だって虫入ってたよね、あのおにぎりに。やばいよね。じゃあもう喋ってないで始めろって感じだよね。ちょっと始めまーす。さあ、どこから調べましょうかね。この二人はここにいるの、まだ。ん？あ、この中か。さて、現場を調査していきましょうか。翼くんの口を縫った犯人は一体誰なんでしょう。やはり事件の調査はテンション上がりますね。この状況でテンション上がるとか、この人やっぱり普通じゃないよな。スマホが落ちてるね。でもその前に、キスケくんに話しかけよう。口を縫うなんて、翼を襲った犯人はヤバすぎだろ。そうだね。これはドッペルゲンガーの仕業なんだよな。早くドッペルゲンガーを見つけないと。なんかやりそうな人って言うとさ、のさなえちゃんか、なんだっけ、おもたくんか、るいくん、なんだっけ、吉峰るいくんだと思うんだけど、今のところ予想は私、おもたくんかな。このスマホは、血がついてるってことは、翼くんのものなのか。ロックがかかっている。ロックがかかっているなら、中を見ることはできないな。後で聞けばいいんじゃないか。これはなーに？破れた紙が落ちている。猫の模様が可愛いデザインだな。血がついてるってことは、これは翼のものなんじゃないか？多分そうですね。ん？何か書いてあるみたい。大好き。わお。これは、もしやラブレターでしょうか？まあ、翼はモテるからな。ラブレターをもらっててもおかしくはないよな。でもどうしてこんなビリビリに。さあ、気に入らない女子からもらったんじゃねえの。いや、こりゃさなえちゃん、ん？さなえちゃん？さなえちゃんで会ってるっけな気がするな。お、なんかついてる。あ、違ったわ。ん？あー、戻る。ん？ SNS の通知が来ているみたいだ。昨日言ってたすげえ秘密ってなんだよ。早く裏掲示板更新しろよ。あ、裏掲示板をやってたのって翼くんなんだ。裏掲示板って何のことだろう。何やら怪しい匂いがプンプンしますね。スマホの中を覗いちゃいましょう。そんなこと勝手に。真実を暴くのに犠牲はつきものですよ。ああ、こうなったら四郎は止められねえぞ。どうやらスマホにロックがかかっているようですね。そうなんだ。じゃあやっぱり諦めるしか。いや、どこかにパスワードのヒントがあるはずです。諦めたら試合終了ですよ。わかったよ。パスワードのヒント、そんなものあるかな。あ、動いたね。おー、なんだ。このステッカーどこかで。そういえば翼くんのスマホにも同じイラストがあったな。じゃあこれは翼くんのロッカーか。なるほど。もしかしたらここにパスワードのヒントがあるかもしれません。他人のロッカーを勝手に見るのは気が引けますが、ここは仕方ありませんね。お前、全然そんな風には見えねえけどな。来たね。ガチャ。これは、ラブレターの、ん？大量のラブレターってこと？これは。
わ、物がごちゃごちゃしてるな。結構散らかってるね。翼くんってしっかりしているイメージでしたけど、案外ズボラなんですね。まるでシローの部屋みたいだな。僕のことはいいんですよ。早く何か手がかりがないか調べてみましょう。うん。翼のロッカー、うん、ロッカーの中は物が整理されておらず散らがっていた。翼くんは案外ズボラな性格のようだ。はいはい。え、で、あれは？この中は？この中見ないの？ラブレターだね。ラブレターが置かれている。翼くん持ててるんだな。これは？このくしゃくしゃした紙は、スマホの契約案内所かな。案内書だったわ。え、こんなとこにこんな、置いとく？バカじゃないの？契約者名、三影翼。初期パスワード、9999。まあ、ズボラだから変えてないってことなのかな。つい最近スマホを変えたんでしょうか。そうみたいだね。これでじゃあ開くんじゃない？でもこの辺とかは特にない？何も。情けだな。プレゼントは女の子からもらったのかな。じゃあ、開ける？いろいろ探してみたけど、パスワードのヒントになるようなものはあったかな。はい。あ、これ入力できる。面白い。OK。あ、開いた。ズボラだな。まさかパスワードが初期設定のままだったなんて。パスワードを変更してないとか、翼のやつどんだけズボラなんだよ。まあでもそのおかげでスマホを開けたんですし、さっきの SNS を見てみましょう。アカウント名は、海進学園裏情報屋。学園のゴシップをまとめたアカウント、えぐい噂話をどんどん発信するぞ。これは翼がこんなアカウントを運営してたなんて意外だな。なんかいろいろやばいことが書かれてありますね。3年 B 組の担任は不倫しているらしい。みんなで追求して退職に追い込もう。1年 A 組のあの子、遠行してるらしいぞ。ヤンマンだからすぐにやらせてくれるかも。結構えぐい内容が多いね。いつもの爽やかな彼からは想像できないです。確かにな。最後の投稿は、またやばい秘密が手に入った。意外すぎて俺が一番びっくりしてるかも。キモいを通り越して笑っちゃうぜ。まあ乙女心を笑ったらかわいそうか。次の投稿を楽しみにしててくれよ。ここで投稿は止まってるな。このやばい秘密ってなんだろう。乙女心か。さっぱりわかんねえな。おやおや、 DM の通知が100件近く来てますよ。これはすごいことになってますね。どうやらすべて一つのアカウントから来ているようです。一つも既読になってないってことは、翼はこいつを無視してたのか。あなたは騙されている。私はあなたを救いたいだけなの。ねえ、お願い返事をして。どうして無視するの？なんで私を苦しめるの？言ってもわからないならもう手段は選ばないから。本当は翼くんにこんなことしたくないけどしょうがないよね。なんだこれ、脅迫？ちょっと危険な匂いがすんな。それにあなたは騙されているって一体どういう意味でしょう。まあ正直よくわかんねえけど、なんかヤバそうだってことはわかるな。とにかく一度状況を整理しましょうか。翼くんはイメージの爽やかイケメンと違い、ヤバい情報を流したり脅迫を受けたりと裏がある人のようです。そして翼本人は口を縫われた状態で発見。あ、キスケくん、ごめん。キスケくんがキモい人みたいになっちゃったよ。そして翼本人は口を縫われた状態で発見されたんだよな。犯人は翼くんを相当恨んでいたのかもしれないですね。まあ翼が裏掲示板でこんなことをしていたならな、誰かの恨みを買っててもおかしくないだろう。
じゃあ犯人は翼くんを恨んでいた人物？犯人といえば、翼くんが発見される前、弓道部の部室は鍵がかかっていましたよね。うん。ということは現場は密室だった。犯人は犯行の後、入り口に鍵をして逃げたわけですね。だとすると、部室の鍵を持っていた人が怪しいってこと？ああ、これはじゃあ違うな。尾本くんは犯人じゃないな、最初に疑われるってことは。早苗ちゃんなのか？だって翼くんにこういうことはしたくないけどって言ってるし。そうだな、鍵を持っていた人か。翼の SNS アカウント、100件以上の DM。 どこに行こうかな。お、誰かいる。これ誰？お、あー、これが理事長か。黒木徹。あ、じゃあ黒木文ちゃんのお父さん？おじいちゃん？いや、お父さんじゃないか、これは。さすがに。若いよね。なんだ、君は。何の断りもなく、勝手に理事長室に入ってくるなんて。君は常識がないのか？すみません。ここは理事長室だったのか。ということは、この人が学園の理事長？何をぼーっとしている。早く出て行きなさい。はい。この写真触ったらなんか怒んない？ああ、別に何もないか。じゃあ戻って、ここにいる。あ、2年 B 組行ってみる？尾本くん、なんでここにいんの？あれは尾本くんですね。さっき翼くんを保健室に連れて行ってましたが、帰ってきてたんですね。そういや、部室の鍵を持ってきたのは尾本じゃなかったか？そうでした、そうでした。少し話を聞いてみましょう。骨盤矯正。あの尾本くん、絶対今滑ったよね、恥ずかしい。はあ、それにしても大変なことになりましたね。ひどすぎるよ、翼があんなことになるなんて。実は僕たち、翼くんの事件について調べているんですが、確か尾本くんは部室の鍵を持っていましたよね。そうだよ。俺が今日の鍵当番だったからね。俺たち弓道部は毎日交代で部室の鍵を管理してるんだ。へえ、そうなんですね。なんだよその反応。まさか俺を疑っているのか？別にそんなことは言ってませんけど、事件が起きた時、部室は密室でしたよね。だったら鍵を持っていた尾本くんを疑うのは普通だと思いますが。俺は犯人じゃない！本当ですか？何か焦ってるようにも見えますが。俺は翼が見つかる前、弓道部でみんなと一緒に練習していたんだ。弓道部のみんなに確認してもらってもいい？ふむ、じゃあ尾本くんにはアリバイがあったということですか。これは困りましたね。じゃあ尾本くんは犯人じゃないってこと？いやー、でもやっぱり鍵を持っていた尾本は怪しいよ。なんなんだよお前ら。俺は翼の友達だぞ。変な言いがかりをつけるのはやめてくれ。じゃあ逆に尾本くんは誰が怪しいと思いますか？俺が怪しいと思う人？それは何か心当たりがあるの？あまりこういうこと言いたくないけど、翼は誰にでも優しくていいやつだけど、女関係でちょっと問題があるんだ。女関係？ほら、あいつモテるだろ？それでいつも女の子の間でいざこざが起きてるんだよ。だから翼を襲ったのは女子の誰かなんじゃないかと思う。なるほどなるほど。とにかく俺は関係ないからな。
そう言うと彼はどこかに行ってしまった。いやでもルイ君もちょっと怪しいなと思ってるんだけどね。どうなんだろうね。行っちゃったね。おもたのやつ相当怒ってたな。コツ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 、あ出てこないな、なんだろうな、コツ、まあいいや。ああルイ君。おやおやルイ君。あシロウ君、キスケ君。なあ翼はどうなったんだ。うん、病院で治療を受けてるんだけど、まだ意識が戻ってないみたい。そうか。そういえばさっき尾本君と何か話してたの？すごい勢いで走っていったけど。ああそれはですね、犯人は尾本君じゃないかって疑ったら怒ってしまって。え、尾本君が犯人？ああ翼が発見された時現場は密室だっただろう。だから鍵を持っていた尾本が怪しいって思ったんだ。そうだったんだ。あそういえば、え、どうかしたんですか？以前尾本君が陰で翼君の悪口を言ってたのを聞いたことがあるよ。え、尾本君が悪口？あいつさっき翼とは友達だって言ってなかったか？うん、僕も本人から聞いたわけじゃないんだけど、二人が中学の頃、尾本君には当時好きな子がいて、それを翼くんに相談していたらしいんだ。でもその子は翼くんを好きになってしまって、結局翼くんと付き合ったみたいなんだ。あれ屋上にあったやつでしょ、西村静香ちゃんだよね。え、あそこって付き合ってたの？あーえんお横取りされたってことか。尾本くんはその時のことをずっと根に持っていたみたいなんだよ。まあそれだけで尾本くんが犯人とは言い切れないけど。なるほど、しかしそれは有力な情報ですね。そうだね、尾本くんにも翼くんを襲う動機はあったってことか。ということは尾本くんがドッペルゲンガーなのか。ところで君たちはこの事件の犯人を探してるんだよね。うん、僕もこんなことをした犯人が許せない。だから僕も犯人を探してみるよ。また何か分かったら共有するね。ありがとうございます、お互い頑張りましょう。そう言ってルイ君はどこかへ行ってしまった。うわルイ君な気がしてきた。やだ、疑いたくないな。でもふむふむ、今のところやはり尾本君が怪しそうですね。うん、尾本君が物質の鍵を持っていたのは事実だし、翼君を襲う動機もあったからかなり怪しいよ。でも怪しいのは尾本だけとは限らないぞ。翼は女関係に問題があるってことも言ってただろ。そうでしたね。それに、ああキスケ君、あ間違えた。キスケ君、そんな考え込んでどうかしたんですか？そういえばそもそも物質の鍵ってさ、一本しかねえのか？え、どういうこと？ほらスペアキーとか学校でも保管してあったりするんじゃないかなって。なるほど、スペアキーですか。それは盲点でした。もしスペアキーが誰かに持ち出されていたら、尾本君が犯人だとは言い切れなくなりますね。確かに。だけどスペアキーなんて一体どこにあるんだろう。なんかさ、あのシロウ君結構礼儀正しくていい子なのにさ、こんな変な声でやってるのは申し訳なくなってきちゃったよ。まあでもこれが個性って言われれば個性かもしれないから、まあ地道に変わるのを待ってください。ってことで次はどこに行けばいいんだろう。あ、尾本くんはなんか階段にいるね。ちょっと、一応屋上、あれ屋上、屋上ってどこだ。屋上ここだ。あ、尾本くんいるやん。あのなんだよ。お、俺は犯人じゃないって言ってるだろ。ついてくるな。ごめん、
おもたくんからこれ以上話を聞けそうにないな。ここの紙にさ、確かさ、書いてあったよね。あれ？違う。で、あ、出雲早苗と三影翼でしょ、これ。一部しか読めないから何のことかさっぱりだな。この紙一体誰が結んだんだろう。あ、じゃあこっちが、こっちが、栗田表田で、西村静香かな。あ、アプリを終了しないしない。でもここはでも証拠にはならないんだ。じゃあちょっと静香さんに話しかけてみる？へんへん。この人は確かクラスメートの西村静香さんだっけ。画材の整理をしているようだ。あれ？あ、これはダメなんだ、まだ。じゃあ、これは、ここは関係なさそうかな。あ、先生いるじゃん、先生。先生に話聞いてみよう。この人は確か、俺たちのクラスの担任の宮本先生だったよな。寝てる。事件が起きたっていうのにのんきな人だな。なんか言ったか。こんな感じだったっけ？もう忘れちゃった、先生も。わあ、起きてたんですか？いや、たった今お前の声で目が覚めた。うまく聞き取れなかったんだが、俺に何か用か？いや、別に。そうか。じゃあさっさと帰れ。俺はもう少し寝る。寝てしまった。まあ放っておこう。あ、職員室に来て思い出した。そうだ、体育教官室みたいなのあったよね。ここだっけ？これか。ここ。これはいろいろな物質のスペアキーが置いてあるよ。やっぱり体育教官室にあったか。いやー、調べといてよかったね。やったね。ちょうど今先生はいないようですし、早いとこ調べちゃいましょう。弓道部、弓道部。あれ？弓道部の鍵だけなくなってる。マジか。じゃあやっぱり犯人がスペアキーを持っていったってことか？そうかもしれません。キスケ君の名推理でしたね。じゃあ、オモタ君は翼君を襲った犯人じゃないってことになるよね。いや、それはまだわかりませんよ。え？オモタ君は自分で鍵を持ちながら、あえてスペアキーまで盗んだ。自分が犯人じゃないと見せかけようとしたのかもしれません。なんで？そんなめんどくさいことするか？いえいえ。これはミステリー小説ではありがちのミスリードパターンですよ。まあよくわからねえけど、とにかくスペアキーを盗んだ人物さえわかれば真相に近づくだろう。そうだね、一体誰なんだろう。調べましょうか。じゃあ、そうだ、防犯カメラここにあるじゃん。防犯カメラだ。そうか、このカメラの映像を見ればスペアキーを盗んだ人物がわかるんじゃない？確かに、信之くん冴えてますね。そうとなれば僕に任せてください。そう言うと、シロウは慣れた手つきでパソコンをいじり始めた。ちょっと、勝手に先生のパソコンを触っていいの？いいんですよ。先生にバレなければ大丈夫です。先生が帰ってくる前にさっさと調べちゃいましょう。大丈夫かな？よし、これで見れますよ。まだ弓道部の鍵はあるようですね。さ、犯人が映るぞ。おもたか、それとも女子の誰かか、どっちだ。これはルイ君来るでしょう。ザザ。あれ、あ、映ってない。あれ、一瞬ノイズが。見てください、鍵がなくなってます。おい、肝心の部分が映ってねえじゃねえか。
おかしいですね。ガチャ。やば、先生が帰ってきた。やっぱり君たちもここにいたんだ。ルイ君。僕も君たちから鍵のことを聞いてスペアキーを調べに来たんだけど。そうだったんだ。それなんですが、スペアキーは誰かに盗まれていました。やっぱり。そして監視カメラの映像も消されていて、誰が盗んだのかは分かりません。そうなんだ。犯人は用意周到ですね。一体誰が翼を。そういえばルイ君、事件が起きる前、怪しいことはありませんでしたか。そうだよな、ルイは事件が起きた時その場にいたわけだし。そういえば翼くんは部活の途中に少しフラフラするって言って練習を抜けたんだよ。練習を抜けた？体調不良だったのか。多分そうだったんじゃないかな。なるほど、それで翼くんは弓道部から一人部室に戻ったんですね。じゃあ翼は部室で休憩している時に襲われたんだな。おそらくそのようですね。それは具体的にいつだったか覚えてませんか。部活が始まったのが17時で、それからはみんなそれぞれ個人練習をしていたから。ちょっと待って、メモに書いて渡すよ。ありがとう。するとルイ君は持っていたカバンをごそごそと漁り始めた。あれ、確かここにメモ帳が。あ、どさ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 。お、これは。あらあら、大丈夫ですか。おいおい、何をやってんだよ。ごめん。俺も拾うの手伝うよ。ありがとう。ここで鍵出てくるんじゃないの。あ、違ったわ。ん、このポーチは。すごく可愛いデザインですね。えっとお姉ちゃんのポーチが間違ってカバンに入ってたみたい。へえ、ルイには姉ちゃんがいたんだな。まあね。あった、メモ帳。今書くからちょっと待ってて。このメモ帳もしかしてさ、あの猫ちゃんのやつなんじゃないの。あの大好きって書いてあった。あー、猫ちゃんだ。やっぱルイくんじゃん。はい、これが僕の知っている事件の流れだよ。ありがとうございます。じゃあ僕はもう行くね。またお互い何か見つけたら共有し合おうよ。ああ、ガチャ。さて、ルイ君の証言から、翼君は部活中に気分が悪くなって練習を途中で抜けたみたいですね。そしてそのまま一人で部室に向かった。そこで翼君は襲われたってことか。じゃあ犯人は翼くんが一人で部室にいたことを知っていた人物。そうですね。ということはその様子を見ていた弓道部の部員が怪しいんじゃないでしょうか。まあそう考えるのが妥当だよな。今のところ怪しい弓道部員として尾本くんが挙がっていますが、もっと弓道部について調べた方が良さそうですね。そうだね。ルイくんがもしかしたら翼くんのことが好きだったのかもしれない。それで告白したら、まあ、マジお前ホモだったのキモって言って裏掲示板に書こうとしたから殺したっていうか口塞いだみたいな。どういうことだろうね。適当だけど、どうなんだろうね。あ、じゃあ時間もいい感じなんで今日はこれくらいで終わろうかなと思います。ご視聴ありがとうございました。次回くらいには謎が解けるんじゃないかな。楽しみですね。ということで次回に続きます。よかったらチャンネル登録、高評価お願いします。じゃあ、おつぴよでーす。